はい、カメラマン。こんにちは。一般社団法人開科 GP の村松大輔です。本日はですね、シリーズの3つ目のところですね、脳科学で言ったら、開科が伝えたい全体意識、一元の側っていうのはどうなってますかということで、こちらのジルゴルト・テイラーさんのですね、ハーバード大学のですね、解剖神経学の先生なんですけども、この方、 が、いかにこう全体をこう感じちゃったかっていうところのですね、えー、今回はですね、テッドの、1回目がテッドの紹介で、2回目がこのテッドには載ってないこちらの本の内容の紹介。で、3回目がですね、いかに日常側をつながり側で感じられるかっていう私の気づきなんですけども、まずですね、人間の脳みそっていうのは、 大脳は大脳側ですね。えー、下に肝脳があって、その上に大脳があるんですけど、大脳が大きく大きく分けると、みかんのイメージしてもらいたいんですけど、みかんの中身とみかんの皮の部分みたいな。 ので、種類が違って、みかんの中身を大脳変円系っていうふうに言います。大脳変円系ですね。で、みかんの皮の部分が大脳皮質ですね。で、皮質の中に新皮質っていうのがあるんですけど、で、この皮質と変円系、新皮質と変円系って違うことをしていて、で、変円系がこう、み、みかんの中身の方ですね。中身の方が感じるっていうことをして、 えー、革の部分、真皮質の部分が考えるっていうことをやるんですね。で、人間、霊長類、人間がこの真皮質、皮の部分がすごくこう発達していますよということなんです。で、つまり、あ、まずですね、爬虫類とか、こう、か変園系がこう、 哺乳類が変幻系が発達していって、その後神、真皮質が人がこう発達していますよと。まず、感じるっていうのがあって、その後、考えるっていうのがあるので、人間は、この感じることのできる、感じながら考えることのできる生き物、考える生き物じゃなくて、考えるか皮があって中身があるようじゃなくて、中身があって皮がありますよ。つまり 考えることのできる、考えることもできる感じる生き物なんですね。感じる生き物がまず先にあって、で、考えることもできますよっていうことなんですね。考えることが先にあって感じるんじゃなくって、だから考えてから感じるんじゃなくて、感じながら感じることができる生き物で、その上にプラス考えられると。なので 感じるっていうのをストップしてしまうと、生きる感覚がわかんなくなって、かつての私みたいに、まあ、鬱になってしまうんですね。私は、つらがるな、泣くなとか、悲しむなみたいな感じることをピタッとこう、ストップして、猛烈にこう、走っていてパターンとこう、倒れてしまったので、このまず感じると、あ、美味しいなとか、綺麗だなとか、それはムカつくわなとか、あ、こんだけ泣きたかったんだとかっていう感じる上で、こう考えるっていうふうに捉えていただければです。で、話戻りまして、 ジルボルト・テイラーさんが、左ののね、こちらのところ出血になっちゃってるから、右のがね、バーンってなって、電磁フィールドで全部つながり合ってますよ。じゃあ、どういうふうにそれを日常において、えー、感じるかなんですけども。 朝、私がね、あの、大体、写経してる時とかに妻がこう来てくるんですね。で、その時におはようってこう、えー、目と目で合わせて、で、こうってこうハグ、ハグしたりとか。あと、昨日ですね、東京に二人で行ったんですけども、で、エスカレーターを先に私が入って、で、妻が後ろ来てるかなと思って、で、振り向くんですね。で、ほん、その時に、すぐ後ろにいるんですけど、お互いにニコってこう、 笑顔で、まあ、目と目で合わせて笑顔でニコってこうなるんですよ。その時に、わってこう、つながり合いを感じるんですね。っていうふうに、まず電磁場、電磁フィールドがまずありきの中に、お互いにこう、左脳で見ると、空間と空、物と物の間に空間があると、別々の存在って思ってしまうんですけども、右脳側で見ると、電磁場での、電磁場しかなくって、そこに人がいますよと。電磁場しかないっていうのは、この、 ね、あの大好きだよとかね大丈夫、大丈夫だよとかっていう意識のフォトンのエネルギーフィールドがまずありきの中に、左脳で見ると別々に存在してるよということなので、つながり方とすると、相手の瞳を見るんですね。で、瞳を見て、目と目でこう、会った時に、その時無言でもスッとこう、つながり合うところがあるので、そこにいると、 何か、こう、右のがこう、活発になるような、これは練習だと思うんですけども、会館のトレーナーコースでもそこのところ、あるところですごくこう、やるんですね。で、そういうふうに感じていただくと、言葉以上に無言で、 何かこう伝わるんですよっていうのがあってそれは電磁場がまずありきなので電磁場フォトンのフィールドがまずありきなのでそこを感じるっていうのを日常においてえお子さんに対してとかねえ旦那さん奥さんに対して目で見てニコってこう笑うだけでもわっとこう つな、えー、がり合いを感じられますので,で、職場においてもそういうふうにこうしてあげると、スーッとこう空間でエネルギー場でつながり合うと。そうすると、あまりこう指示とか言わなくても、さのがなってしまうので、エネルギー場にの中に人がいるっていうふうにやっていただければ、スー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 スってって自然とつながり合うというふうになってきます。これはマジでそうなるので、これ信じるものではなくて、そもそも電磁場ありきの中に物体が浮かんでるだけ。 なので、信じなさいではなくて、そもそもそうなっているので、そういうふうに場を感じると、感じた上で考える、考えてから感じるんじゃなくて、感じた上で、えー、考えるというふうにね、やっていっていただければ、皆さんがこの素敵な意識の中で、全体との調和でね、素敵な家族、素敵な職場、素敵な世界が広がっていきます。えー、いうことでね、皆さんも素晴らしい一日を歩んでいただければと思います。では、今日も元気でいってらっしゃい。